はい、皆さんこんにちは。2月6日日曜日がやってまいりました。今日もアーバイン市カリフォルニア州からお送りいたします。こちらアレックスでございます。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんお元気でいらっしゃいますでしょうか。さて皆さん、この写真見てくださいよ。あのね、The Show 22ということでね、この MVP エディションのこの写真はすごい気に入っちゃってるんですけどね。これがね、あのちょっとしか出てないんですけど、これがね、刀に見えるんですよ。バットなんですけど、刀のようにちょっと見せかけて、あの竜だとかね、こうなんか中国っぽいあれですけども、まあとにかくあのアメリカでは竜がすごい有名ということで、まあこれが普通の写真でございますけど、とにかく皆さん、スプリングトレーニングがや危なくなってまいりました。本来は7日間、7 days ですね。6日、7日、7日間しか残ってないんですけれども、どういうわけかですね、あまりいい話は出ていませんので、まあ、皆様にご紹介いたします。では、どんどん行きましょうかね。こちらなんですけど、MLB ロックアウトの最新の、まあこれちょっといきましょうかね。読んでいただいた方が、はい、どうぞお願いします。ニューヨーク AP、 ロックアウトされたプレイヤーは連邦調停陣が行き詰まった労働交渉に参加するようにというメジャーリーグベースボールの要求を拒否しました。ほぼ排除された動き、春季トレーニングへの時間通りの開始のチャンス、そして開幕日への仕事の停止の脅威を増加させました。ということは、とにかく、7日間残ってるんですけども、スプリングトレーニングにね、それは危ないけれども、あわやこのゲームが始まる時のこの開幕の戦もね、危なくなってきましたよって言ってるんですね。MLB、まあ選手側ね、話してるわけないから、選手会が話してるんで、選手会もすごいなんか厳しいんだけど、オーナー方も厳しいってことは、ラチが開かないんでございますよ。なんとかね、その連邦政府が入ってなんとかして、それも脅威されましたね。ということで、じゃあどうしてでしょうか。何かが進展があるんだろうかね、将来的には。はい、どうぞ。 MLB が連邦調停および調停サービスに支援を求めた翌日、金曜日のメジャーリーグベースボール選手協会は、骨折したスポーツの戦う派閥を支援しようとしている第三者を除外しました。ロックアウトを実施してから2ヶ月後、反対提案が行われることをプレイヤーに約束してからわずか2日後、所有者は反対を行うことを拒否し、代わりに調停を要求したと道労組は声明で述べた。ということでね、要するに頼んだことじゃなくてね、わけのわかんないことやってるってことなんでしょうね、これね。じゃあ行きましょう。取締役会と協議し、さまざまな要因を考慮してこの要請を拒否しました。公正でタイムリーな合意への最も明確な道はテーブルに戻ることです。プレイヤーは交渉の準備ができています。なんかね、このね、さまざまな考慮をして、あれを、だからそのさまざまな考慮、何を考慮したのか何も書いてないんですけど、まあとにかく拒否したということですね。所有者は5年間の団体交渉協定の満了直後の12月2日にプレイヤーを締め出しました。1月24日から25日までと、先週の火曜日以来、コア経済に関する交渉セッションは3回しかなく、両者はまだ大きく離れています。ということは、両者はまだ大きく離れています。何か良い方はないんですかね。2月末または3月上旬までに合意がない場合、3月31日の開業日が脅かされます。所有者が火曜日から木曜日にフロリダ州オーランドで会合する予定である来週、交渉の機会はほとんどありません。経営陣の交渉チームは、セッションのためにオーランドで期待されています。まあね、オーランドに行くから、何かの、あれは進展はあるんでしょうかね。
まあ、それを楽しみにしている。それからこれですね、ベースボールアメリカがですね、2022年の球団タレントランキングで、エンジェルスに、まあ、非常に残念な知らせて29位だって話してるんですけども、まあ、これはね、もう、あれですよね、まあ、ちょっとじゃあ、これもお願いしましょうかね。はい。はい、どうぞ。ベースボールアメリカが2022年の球団タレントランキングでエンゼルスに悲惨なランキングを与えました。悲惨なランキングということでね、内容は少しあるんでしょうかね。はい、どうぞお願いします。簡単な内容をお願い。はい、どうぞ。I'm going。 LA エンゼルスはベースボールアメリカの2022年の MLB 組織タレントランキングで30チーム中29位に29位ランだっクされて。ています。それは本当に私たちの2軍がどれほど悪いかということでボリュームを語っています。だからこそ、私たちは合法的なピッチングと交換できないように見えるのかと常に疑問に思っていますが、先に進んで交換する見込みがないことを覚えているだけです。昨年ドラフト全体を通過した時、ピッチャー以外の誰も取らなかったので、最終的にスタッフを改善することができましたが、おそらくそれらの動きが最善ではなかったことが分かりました。要するに全部ピッチャー取ったんですけども、いやいや、でもいいピッチャーも出てくるんじゃないかなと思うんだけれどもね。はい、ということで続きますよ、皆さん。続きます。こちらでございます。エンジェルスの現代チームの、歴史上における6つの最悪な契約ということで、アルバート・プーホもそこに入っていて、ベイリー・マッシュ、バノン・ウェールズ、ザック・コザート、それからモーボン知らないね。それからジョーシュ・ハメル、これはね、ものすごくお金払ってね、テキサス・レンジャーから取ったんですけど、悲惨でしたね。もう調子が悪いわ、打てないわ、もう大変だったね。まあ、アルコールで彼も心証潰しちゃったんですけどね。じゃあ、ということで、どんどん行きましょう。じゃあ、どういうことなんですか？はい、じゃあ、行きましょう。お願いします。残念ながら、エンゼルスがワールドシリーズチャンピオンシップを1回しか開催しておらず、2014年以降プレーオフを行っていない理由の一部は、チームに大きな打撃を与えたいくつかの悪い契約によるものです。はい。このチームの最近の歴史を振り返ると、チームは特に6つの契約に本当にめちゃくちゃになっています。中には進行中のひどい契約でさえ、100%私たちがまだ悪い契約であるとは知らないかもしれません。ペリー・ミナシアンがこの後継の契約に署名しないことを願っていますが、最近のエンゼルスの歴史では、フランチャイズを本当に破壊したものが特に6つあります。はい、その6つの中に、じゃあ1つは誰でしょうね。じゃあ行きましょう。これは6番目でございます。ゲイリー・マシュ。なんか聞いたことあるね、彼はね。はい、じゃあ行きましょうか。はい、どうぞお願いします。ゲイリー・マシューズ・ジュニアは2006年から2007年のオフシーズンに LA エンゼルスと5年間5000万ドルの契約を結びましたが、それは大失敗でした。マシューズはニューヨーク・メッツにトレードされる前にエンジェルスと一緒になって3年しか経っていませんでした。残念ながら、ハロスは彼が借りていた残りの2350万ドルのうち2150万ドルを支払うことになった。そのため、私たちは彼に4800万ドルを支払って、エンジェルスとの3年間のプレーが悪く、メッツとの1年間のプレーがさらに悪く、契約の最後の年もプレーしませんでした。いやー、ということでね。続きましては、第5位。はい、第5位は、ザック・コザートでございます。彼はどんな感じでしょうかロスね。ア・アンジェルス・エンジェルスは、マシューズと同じようにザック・コザートでもミスを犯しました。おう。彼らは、オールスターシーズンが1回だけ終わった後、誰かに対した契約を結ぶという罠に陥りました。案の定、コザートはエンゼルスたちと一緒に平均に交代しました。おそし前て残念ながらそれ以上のことをしました。
コザートはハロスと一緒にいた2年間、列車の大破でした。彼はわずか5本塁打、25打点、33本塁打で.190、.261、.296、.557 オプス、そう打った。彼は3年、3800万ドルの契約に署名したことを覚えておいてください。ただひどい。ただひどいってことで。続きまして、ナンバー4、4位でございます。モーボンという方なんですけどね。では行きましょう。私が強調した前の2つのロサンゼルスエンゼルスの署名と同様に、モーボンはチームで時間を過ごした時に非常に悪いボールプレイヤーになりました。ボーンは1998年にオールスターから数年後に恐ろしい契約になりました。しかし、怪我のために彼は2001年のシーズンを逃しました。ボーンは6年、8000万ドルの契約に署名しました。2001年は彼が何も稼げなかった年であり、彼の体重は制御不能になりました。彼はニューヨークメッツに配られなければならなかった。配らなければならなかった。いや、でもね、頑張らないとね、どん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 あれ、太っていっちゃうんでしょうかね。はい、続きましては、第3位でございます。バノン・ウェルズでございますけどね。彼はどんなことをしたんですかね、どうぞ。バーノン・ウェルズは、彼の7年間の契約の最後の4年間、1億2600万ドルの契約で、ロサンゼルス・エンゼルスにトレードされました。残念ながら、ウェルズはクラブでたった2年しか続かなかった。エンジェルスはまた2年後にヤンキースにトレードした後、残りの契約の大部分を支払わなければなりませんでした。さらに悪いことに、彼はヤンキースとのたった1シーズン後に野球をしませんでした。いや、すごいことがあるんだね。はい、続きましては第2位。はい、アルバート・プホルス。もうこれは知ってますよね、皆さんね。はい、どうぞお願いします。アルバート・プホルスのロス・エンジェルズ・エンゼルス契約を振り返ると、悲しむのはとても簡単です。プホルスは10年間で2億4000万ドルを稼いだので、確かにそれについて悲しいことではありません。しかし、エンジェルスのファンの観点からは、それは動揺する可能性があります。プホルスはかつてエンジェルズたちと一緒にオールスターでした。一度。彼は最終的にエンジェルスから解放され、昨年度ジャースに迎えられました。彼はわずかに上手でしたが、それでも平均的なプレイヤーをはるかに下回っていました。彼の契約はついにこのオフシーズンの本から外れました。しかし、それは素晴らしいです。いや、少しだけ良かったっていうこと言ってます。それでは第1位、ジョーシュ・ハミルトン。いやー、この人も本当最悪でしたね。はい、どうぞお願いします。ロサンゼルス・エンゼルスの現代チーム史上最悪の契約は、ジョシュ・ハミルトンでなければなりません。ハミルトンは5年間、1億2500万ドルの契約に署名し、薬物依存症の再発、怪我、野球のパフォーマンスの低下を経験することになりました。最初の2つはひどいものであり、それに値するものではありませんでした。ハミルトンはテキサスに戻る前にエンゼルスとわずか2年間プレーし、そこでわずか1年間プレーしました。ハロスでは深い回帰がありました。いやー、ほんとね、これはもうみんなもう金払ってる割には大したことやってくれないってすごかったですよね、これもね。で、本人が言ったのはね、いやもう俺はね、みんな知ってて私を取ったんだから、それ今から文句言われてもって言われたんだけど、いやー、すごい大金払ったんですけどね。まあ、ということで、こんな感じなんですけども、今日はですね、もうとにかく日曜日なんで、まあいろんなことをせずに、これに締めさせていただきたいと思っております。ということで、おさらいでございます。おさらいでは、大谷さんの素晴らしい写真を見ていただければと思っておりますけど、あと7日間なんですが、実は情報に通じによると、スプリングトレーニングは危ないということなんだけども、開幕も危ないんじゃないかという話になってきております。このロックアウトをね、それでお話しいたしました。選手会と MLB まだ全然
遠いですね、全然あれですね。続きまして、これですね、こちらの方は、まあ、エンジェルスはなんとランキングでは、ね、29位、まあ、これは2軍のですね、あれですけども、まあ、ということは、なんかいいあれがいまいちだなということなんでしょうね、多分ね。続きまして、先ほどお話しましたけれども、この中でエンジェルスの現代一のもうすごい悪い契約はこの6人でございます。アルバート・プーホー、ゲイリー・マッシュー、バーノン・ウェールズ、ザーク・ゴザート、モー・ボンと、最後に1番でしたね、ジョーシュ・ハメちゃんでしたでございますけどね。いやー、しかしだからね、今のメナシアンもジョー・マドンコーチもなんかね、すごいの取ってもね、1年後にダメになってしまう、あるいはあれになったらもう大変な最悪、みんなに長い間契約欲しい。例えば39段あるから、一つの球団はこれ出します、もう一つの球団はじゃあね、私たちこれだけもらってるから、あと1年とか2年増やしてくれれば考えますというわけだから、だからそれじゃあやりましょうって言って、そしたら相当金はもらえるんだけれども、その人は続くかどうかですよね、怪我と、やっぱりね、打てなくなる。なんかいろいろやっぱりあるんですよね、ピッチャーだったらすぐ警戒してあれですけど、まあということで、今日も本当に、見ていただきましてありがとうございました。僕のコーナーの下の方にもぜひ、登録をお願いいたチャンネル登録もお願いいたします。ということで、今日はこれにて See you later Alligator See you later Alligator。 では皆様、後ほどお目にかかります。ありがとうございます。